者坂崎優花。第10代プリンセス・オブ・プリンセスチャンピオン中島翔子、5度目の防衛に失敗。坂崎優花が第11代プリンセス・オブ・プリンセスチャンピオン新王者として輝きました。実はね、サイバーファイトフェスティバルの時にはマジカルメリーゴーランドからニワトリ野郎をやった時に剣山で受け止められて、ダブルアーム DDT からのダイビング戦闘で負けてるんですよ。坂崎は言ってみればトラウマの技ですね、ええ、だそれを今回も祈りを込めて持ってったわけですよね。いや、太一さん、はい、終わりました戦いが。いやー、翔子さん もう驚異の粘り強さをね見せてはくれたんですが、今日のゆかさんはまた一味も二味も違った強さでしたね。強かったですね、強かった。心も肉体も絆も全てが強かった。中島翔子はこの東京女子においてほぼ2人同時なんですけど、ちょっとだけ先輩なんですよね、中島はね。そうですね、デビューが、あの中島がデビューした日に坂崎が話しかけてるんですよね、はい、物販をやってるあの中島翔子に。でそこから、まあ、彼女たちも入っていく流れになるんでね、辰巳梨花とあの坂崎優花がね。でデビュー戦タッグで当たってるんですよね。だから、ね、あの坂崎のデビュー戦でね、坂崎のデビュー戦のタッグの相手が、はい、その1人が中島翔子でした ね、 そ、 うですね。そしてやはり初代プリンセスタッグチャンピオンチームミラクリアンズ。そうですね、ミラクリアンズですかね。2人の歴史があります。だって2人で毎節やってたんですもんね、最初の頃は。やってましたね、もともと二方ともあのお笑い芸人になりたくて、そんな時ありましたね、はい、そんな夢を持っていて、その夢破れてたどり着いたのがこの東京女子プロレスのリングでした。この涙と笑顔っていうのもね、これが見れるのがプロレスですよ。いや、戦い抜きました。戦い抜いた結果、勝者と敗者が生まれましたが、これは東京女子プロレスの勝利です。いや、本当今日2人でいろんなものと戦ってましたからね、ある意味2人とも勝者ですよ、これはね。トルクリーからベルトを手渡してもらい、前チャンピオン中島翔子の手で現チャンピオン新チャンピオン坂崎優花の腰にベルトが巻かれます。9年間の歴史の中でここまでのものを見せつけるまでになりました東京女子プロレス。すごい、すごいですね。いや、でも本当すべて出し切ったいい顔をしてますね。そう、ゆかさんはやっぱね、夏に嫌われ続けた女っていう風に自分でも言ってて、いい思い出がないこの夏をね、笑顔で乗り切りますね。最高の夏のね。